大悟、はい、大悟がよく YouTube とかで床を磨くといいよっていう話をされてると思うんですけど、してますね、床ね。それで何か成功した人とか、なんかそういう事例とか欲しいんですね。もともとね、僕に床磨くといいよって教えてくれた一番初めの霊能者がいいんだよね。霊能者なんですね。霊能者が一番初めにこれ教えてくれたんだ。そうなんですね。この人はね、はい、自分が美容室やってた。美容室をやられて、美容室やっててね、はい、すごいね、オープンした時ね、はい、お客さんたくさん来た。あ、来たんですね。多分才能があったんだろうな。で、美容室やってみたらものすごい繁盛して、はい、もう予約が取れない美容室になっちゃったの。はいはい、すごいじゃないですか。そしたらその人ね、それで傲慢になっちゃったんだな。天狗になっちゃったんだ、その人。あ、そうなんですね。そう、すごい天狗になっちゃって、お客様に対する態度とか、はい、そういうのがね、すごいもう傲慢になってしまって、はい、神様が怒っちゃったんだな。はい、うん、そうなるとどうなるんですか。そうなったらお客さんが全く来なくなっちゃったなんて。いや、これはすごいっすね。それでね、はい、なんでお客さん来ないんだろうと思ったらね、はい、店の目の前にね、はい、玄関にね、はい、神様が立ってんだって。普通の人には見えないんだよ。その人はもともとなんか霊能者だ。もともとその人は霊能者。そうなんですね、うん、で神様が立っててさ、はい、それ神様って神様っていう感じの佇まいなんですか、ね、なんかほら昔の人みたいにね、はい、なんていうのかな、なんかかなり昔っぽい格好した神様が立ってて、はい、めっちゃ怒ってんだって、はい、めっちゃ怒ってるんです。めっちゃ怒ってんの。めっちゃ怖いじゃないですかそれ、うん、だから神様が入り口に立って、はい、怒ってるから他のお客さんが入ってこれないんだな、はい、やっぱり一般の人でも神様が怒ってる空気とかってやっぱ近寄りがたい空気が出るんですかね。いや、そうでしょう。そうですね、うん、それでもう、それで神様に聞いたんだって、はい、はいはいはい、すいませんでしたって、もう自分が傲慢なゆえにね、はい、神様お怒りですねって。で、どうしたら、はい、どうしたら神様お許しいただけるんですかって言ったらね、うん、床を磨けって言って。うわ、シンプルだな。床を磨けって。はいはいはい。それでその人はもうその瞬間から、はい、もうほら床ってさ30センチのタイルじゃん。あります、タイルあります、ね、タイル30センチのタイルじゃん、四角いね。そうですね。あそこ一枚一枚ね、はい、もうずっとその一枚をね、はい、一枚もうすごい時間かけて磨くんだって、ありがとうって言いながら、ありがとうって言いながら、ありがとうって言いながら両手両膝ついてね、はい、ありがとうって言いながらもうずっとこうやって磨くんだって。はいはいはい。でそれをね1週間ぐらいずっとしたんだって、はい、1週間ぐらいずっとしてて、はい、してたら入り口見たら神様が消えてたんだって。そしたら予約の電話が鳴り始めたんだって。うわ、これはすごい。でそんな話を聞いてね、はい、いや、それマジかと。そう思いますよね。そんな話聞いたことねえぞと、はい、神様は床を磨くことを求めてんのかと。そうですよね。いやいや、そんなんねえだろとか思いながら、はい、家に帰るわけじゃない、はい、家に帰ってさテレビつけたらさ、はい、もうこれね、もっともう、もう世の中には偶然なんてないの、必然的にね、はい、和歌山のみかん工場の特集やってたの。どういうことですか、和歌山のみかん工場。和歌山のみかん工場が、はい、もう経営難に陥って、はい、もう注文が全然来ないと、はい、これでもうこのままじゃもうこの工場が潰れてしまうと、はいはい、いうことがあって、はい、でもうみんなで会議したんだって。もうこのままではこの工場を閉鎖しなきゃいけないと。なるほど。もう注文も減ってきたし、はい、もうすでにライバルのね、その、うん、ジャニーみかん工場みたいなの売り上げがめっちゃ上がってると。でこのままではもう私たちはもう生きていけないと、はい、こんな時、ね、みんなで意見を出し合った。もうどうしたらいいかって、はい、言ったら一人のパートナーおばちゃんが、はい、工場が汚いからだと思いますって言ったのよ、おばちゃんが。だからまずこの工場を掃除するべきだと思います、はい、って言って、お、そうかと、はい、じゃあもうやることもないし、はい、注文待ってるだけだから、はい、とりあえずみんなで手分けして掃除しようって言って、はい、めっちゃいいですね。みんなで掃除しだした、はいはい、全員で、はい、そしたら、はい、会社が V 字回復したの。これすごいなっていう物語をテレビでやったんよ。はいはいはい。だからその話と、そのね、その美容室の話を聞いてから家に帰ってテレビつけたら、はい、ちょうど床磨けっていうみかん工場のテレビやったんよ。1日で2回聞くことなんてない話じゃないですか。ないよ、これは。だからこれは絶対メッセージだと思って。そうですね、自分も床を磨き始めたんだよ。うわー、そうなんですね。え、大悟は床を磨き始める前と、あと何か変わったこととか、いや、ちょうどこれがね、僕は全車両を始めた時なんだよ。あ、そうなんですね。そうだから師匠にも床を磨けって言われてんだ。
あ、じゃあ言うならば3回目ってことですか。そうそうそう、3回目なの。間違いないっすね。うん、でそれで床を磨き始めたら、はい、面白い現象が次から次へと降りかかってくることになるわけだよね。だからこの床とこの自分の人生のこの関係っていうのは深いよね。そうですね、すごい深いと思うね。床って どこまでどうしたらいいとかあるんですよ。いや、とにかく両手両膝ついて雑巾掛けだよ。あ、徹底的に雑巾掛け。雑巾掛け、うん、ありがとうって言いながら雑巾掛け。 ありがとうですね。そうそうそう、なるほど。畳とかでも雑巾掛けできますもんね。できるできる、うん、だからよくクイックルワイパーでもいいですかとか言われるけど、別にクイックルワイパーでもいいけど、うん、やっぱり上から見てる人が喜ぶのはやっぱりそういった両手両膝をついて磨いてる姿、うん、だって伊勢神宮とかさ、はい、クイックルワイパーかけると思う？伊勢神宮とクイックルワイパーは似つかわしくないです、ね、そうでしょ、はい、みんな朝一で掃除するわけですよ。あの伊勢神宮の神主さんたちがクイックルワイパーしてる姿は浮かばないですね。浮かばないでしょ。やっぱり雑巾掛けなんだよね。そうですね、うん、だからこのなんか神様っていうのはね、磨いてる姿をねすごく好きらしいんだよね。あ、そうなんですね、うん、あの磨いてる姿が好き、四つん這いというか。そう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 、やっぱそこでやっぱこう綺麗にするっていうね、はい、やっぱこの感謝とともに磨くっていう行為っていうのは、はい、すごくエコひいきしてくれるらしいんだよね。うわ、それいいですね、うん、だからこのやっぱりこの掃除と運気っていうのは本当密接な関係があるから。はいはいはい。だってね、僕ね、はい、自由が丘に住んでた時ね、はい、自由が丘にね、あの行列のできるチーズケーキ屋ができた時あってね。はいはいはい。そこはすごかった。あ、行列がもうオープンしてからクローズまで行列が途切れない。めっちゃすごいじゃないですか。30人ぐらいいつも並んでんだよね。めっちゃすごいじゃないですか。そう、ほんでその特集がテレビでやってたの。はいはいはい。ちょうど、はい、もうこの店すごいなって思ってたら、やっぱりテレビで特集されて、なんでこの会社は流行ってんのかっていうなんか特集が組まれてて、うん、はい、こうしたらそこの社長はさ、うん、一番先だから大体ね、やっぱその業績がいい会社っていうのは、うん、社長が一番先に出社するね。そうなんですね、うん、だから社長出勤とかないんだよね。あのちょっと誰よりも、ね、誰よりも早く井の一番に会社に行く、はいはい、でそこの多分そのチーズケーキ屋の社長は、はい、もう誰従業員より誰よりも一番早く自分が出社して、うんうん、一番だからその人のさモーニングルーティーンをやるわけだよ。モーニングルーティーンがあるんですね。そう、モーニングルーティーン聞きたい。でその人が一番初めにやることが何かと言ったら、はい、トイレ掃除なんだよ。だから朝はトイレ掃除、お店のトイレ掃除から社長自らトイレ掃除を始めるんだよね。そうなんすね。さすがに素手は突っ込んでなかったけども、はい、トイレをきれいにするっていうところからその一日がスタートするんだよね。そうなんですね。そうで、トイレを磨いたら今度床磨くんだよね。そうなんですね。そう、トイレ床の順番でいくんですね。そう、へー、だからそれを見た時も、はい、あ、やっぱりそうやって繁盛するお店には繁盛するだけの理由があるし、うんうんうん、繁盛しない店には繁盛しないだけの理由があるわけだよ。そうですよね、うん、だからそういうのをね、それもテレビでやってたのを見た時にこう感動するわけですよ、うん、はいはいはい。あ、だからこの店は流行ってるんだって、はいはい、だから流行ってる店ってね、僕は大抵ね、行列が途切れない店とかいうのは、うん、やっぱり僕はそこにはね絶対的に座敷わらしがいると思うよね。ああ、そうなんですね、うん、やっぱり目に見えない何者かが存在してるがゆえに人が集まってくるっていう。はいはいはい、うん、座敷わらしを長くいさせるためには床を磨いたりトイレを磨いたりするのが大切ってことですか。もうそれ絶対関係あると思うよね。うわあ、そうなんですね、うん、あとはやっぱりさ、その働いてる方たちがやっぱり笑顔でいるとかさ、楽しくワクワクしてるとか、やっぱりそういうのもね、いろんな条件があると思うけども、はい、やっぱりそういう店っていうのはおのずとお客さん集まってくるよね、うん、だから入りやすい店と入りにくい店っていうのがあるわけだから。ありますね。だからこれ入りやすい店っていうのはやっぱそれだけの入りやすいエネルギーを放出してるから入りやすいのであって、うんうん、お客さんが来ない店というのは、はい、そういうお客さんが入りたくないような気が発してるわけだよね。うん、それは、ね、もしかしたら社長であるし従業員かもしれないしね。そうですね、うん、だから全部エネルギーだからね。そうですね、うん、だからこのエネルギーをいかに
いいエネルギーに変えていくのか、はい、それはやっぱり掃除もそうだし、その働く従業員の方たちのね、マインドかもしれないです、機嫌かもしれないし、はい、笑顔かもしれないし、それは分からないけど、はい、やっぱこういろんなことがこう複雑に絡み合って、はい、やっぱいいエネルギーを発してるからこそ、やっぱ行列が途切れないお店っていうのが絶対的に僕はできてくるんじゃないのかなと思うよね。なるほど、いいですね。じゃあもし大王がお店をしてて、うん、お客さんが全然来なくなっちゃった、うん、床磨くだよね。まず床を磨く、床だよね、はい、そうですよね、うん、だからこれは家にも通じるじゃない、あ、お客さん、あ、お客さんじゃないですね、これやっぱりいい運気になる、そう、運気だよね、はい、うん、やっぱエネルギーだから、人間というのはその自分が、ね、その過ごす空間の波動を浴びていくから、はい、やっぱりいい空間の、ね、家をいい空間にしとくためにやっぱきれいにする、それから床を磨く、はい、それから物を減らすってことが必要だから、はい、そういう空間に自分がいるのであれば、やっぱり波動共鳴して自分の波動も上がってくるっていう仕組みだよね。そうするとやっぱ運気も入ってくる、はい、うん、僕はそういう風になってんじゃないのかなと思うよね。YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは様々な開運情報や、はい、どうしたら人はね、運気が上がってくるのかってことに特化して、いろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録、ここ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 、一周回っちゃってるよ、これ。何周回るんですか。ということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。